はい、ラジオハー、ボスは佐藤です。なんか久しぶりって感じ。そうだね、子供部屋やって、キッチンやって、3回やって、1回まだ公開してなかったんで、いよいよ公開しようと思います。メインのところね。まず、どこから、どこから、まあ入り口から順番に行こうか。ここの床どうすんの？ここはね、まあちょっと金額聞いてみないかわかんないけど、お待ちしてますけど来ないからやめ。ママ早く来てほしい。塗料が欲しいんだよ、塗料。なんかすごい塗料が来てほしいの。結構かかるね、多分。まあ、頑張ろうぜ。はい。取れた。取れました。看那颜色，要整理干净。はい、まず床っすね。床っすね。床っすね。ここちょっと入り口に、こっちからはちょっとアンティーク調のヴィンテージ系の床材にしてます。こっち側はまあ使う素材が違うんだよね。まあこれもフーミンさんからのアドバイスですね。ね、いい感じ、結構馴染んでるよね。これも大事ね、境界線みたいな。で、壁はタバコの基板な壁だったんだけど、コンクリート調にこれも全部自分で塗りました。2色使ってちょっとムラ感も出してっぽいのと、それよりちょっと白っぽいのを後から塗って、結構大変だったねこれね。この空間は全部一人で、そうタイルとかもやりたかったんだけど、まあ賃貸なんでね、そこは残したまま。家具はね、ほぼピンドンシーで買った。ピンドンシーでイケアか。うん。が多かったのね。引っ越してきた時に買ったね、いっぱい。テーブルまでね。これはピンドンシーで、こちらはイケア。まあ、色。イケアの普通のやつを自分で色塗って使ってます。これは DIY コーナーですね。最近やってるのはあれかな、レザーモンスター。まあ、自分で好きなやつを作るっていうね、一回5人ぐらい集まってみんなで作ってます。このスタジオは基本的に職人さんが商品を作る場所でしょ。もう完全予約制なんで、まあ、月に1回ぐらいやってるDIY とかでたまに開放してるぐらいだね。まあ情報は全部インスタとインスタグラムとフェイスブックで確認してください。あ、これもみちるが作ったやつ。最近ステンドグラスと木工にハマってて、さっきおじさんからもらったね、機械があったんで、それで試しに作ってみたいです。ステンドグラスコーナー紹介しようか。レザーの机だったんだけど、ガラス専用になってます。こういう風に自分で全部切って作ってます。こちらのテーブルは、まあ、さっき言った後で買ったもので、隣これがインドンシーで、こっち見てください。見てください。佐藤さんの木工レベルはここまで上がってます。最近作りました、これシルバー用のタイプで。そう、今多分大変の動画が流れてると思うんだけど、うん、これをね、タイのなんか飲みの市で買ってきて、もう早速つけました。かわいいね。引き出しもね、すごくな、初めて作ったにしてはなかなかいい出来だと思うんだが、どう？もうすごいよ、びっくりした。最初のレベルはこれとか四角に貼り付けるみたいな、うん、だからまあ YouTube とか見て全部自分でやってみました、ね、設計からこれもね
これがステンドグラス、俺の初作品ですね。でも全部自分で設計して作ってます。俺のインスタグラムに制作の動画があるんで、よかったら見てみてください。なんだ、上達したら販売できるようになれたらいいかな。ここは本業の作業台ですね。これも自分で作りました。ちょっと強度が弱かったかな、まだ秘密なんだけど、まあ、次のあれしたらね、作り直そうと思ってます。こんなところに2月24日金曜日19時より Facebook でライブ販売する商品があるじゃないか。はい、おい最近作ったものたちですね。はい、こっちが本業のレザーたちです。レザーモンちゃん、今回のシリーズはこいつらですね。めっちゃ可愛くない？何のシリーズなの？スライムかぶっちゃったシリーズ。おーおー、まあ、これまだちょっとまだ完成してなくて、さらにガラスのケース付きで販売しようかなと思ってます。と最近ハマってんのがこのスタイル、パッチワークのちょっとクロスステッチとかね。バッグいっぱい作ったのよ。めちゃくちゃあるよ。これまだ全然半分からかな、ね、半分以下っていうか、まあ10分の1ぐらい。これも可愛いんだろう。リュックね。あれタイのやつ。これ。これもタイ。このベルトとかもタイで買ってきて使ってます。人気のバケツバッグ。この辺の商品は多分全部 Facebook じゃなくて、Instagram 載ってるんで見てみてください。いっぱいあります。自分のこれこのスタジオの商品の販売仕方を説明してよ。基本的に俺一人で全部作ってるんで、まあ、毎日商品があるわけじゃないのよ、うん、なんで、だいたい3ヶ月に1回ぐらい、まあ、どっか行ったりライブ販売したり、うん、普段はオーダーはできません。だから3ヶ月も必死で毎日作りまくって、もう一気に販売するっていうのがね、俺らのスタイルでございます。これ紹介しようか。メイン作品でございます。どうこれ、花すごいね。これも全部レザーの花です。でヒノキの木を自分で加工して作ってます。これもめっちゃいいでしょ。テーマは、うん、希望。中はちょっと暗闇になってるんですよ、うん、そっからね、こう突き破ってみた世界、はい、それがこの世界です。いや、こんな美しい世界が広がっていたと、ね、見てこのブサイクな顔。別にブサイクじゃないけど。違うんだよ、必死なんだよこいつは。あ、はい、必死にしても突き破ってきたんだ。じゃあもうこんなブサイクな顔だけどめっちゃ輝いてるでしょ。あ、そういうのをイメージして作りました。 はい、この花はそのランドとつながってんの？お花の島とつながってんの？関係ない。つながってます。そうだね、これはレザーモンの世界です。暗闇をさまよってたね、こいつがレザーモンランドにこうバッと来たわけですよ。そういうことです。まあ、多分オークション販売なんで、世界に行ってものです。ぜひ皆さん参加してください。毎回めっちゃ盛り上がるんでね。下のスペースです。まあ、特に紹介するとこはないです。まあ、あのコスコ、これはまあコスコで、そろそろいらないかな、自分で作りたくなった。ほんと？いっそこだわりたくな、これはもういらないかな。え？もういらないの？ちょっと悩みますこれは。もしかしたら販売するかもしれないんで、アンの Facebook でも見ていてください。おい。で、妊娠機械、うん、こんな感じかな。で、次が不幸な、まあ、こちらトイレね。トイレね、こちら買ってます。じゃ見せなくて。それでは倉庫になってます。はい、今流れてる大変の同じ日の大変で買ってきた、なんていうの、アンティーク照明。これ壊れてたんだけど自分で直しましたね。これいくらだっけな、150バーツぐらいだったよね。ペアで買ったでしょ。そうそうそう、めっちゃ安かった。次はお洋服コーナーです。
まあ、日本の古着でございます。これは月に1回ライブで販売してます。もちろんうちも日本系なんでやります、福袋販売。まあ、ちょっと数量まだ未定なんですけど、こちらも Facebook とか見ていただければ。最初みんながそれはアンが選んでると思って、違う、ミチルが選んでるんで。それがね、昔の職場がその担当だったんで詳しい。あの、めっちゃ古い古着じゃなくて、めっちゃ古い古着じゃなくて、まあ、日本といったら結構トレンドを意識するんで。台湾のデパートで買ったら高いんだもんね。めっちゃ高いよね、信じられない値段するもん。うん、基本倍ぐらいの値段するでしょ。だからここでいろんな日本ブランドの服があります、うん、でこちらは、まあ、またミチルが作った。そう、これも俺作ったんだよ、ローラー付きで。これめっちゃ便利でしょ、ライブするときとか。いや、もう、うん、まあ、ちゃんと見て、ほら、こういうとこもこだわって作った。こういうデザインの装飾もちゃんと施してあります。この間面白かったよね、会計士がこういうのが買ったらって。あ、経費ね経費慣れてるけど、慣れるよって言って、いや、ちょっと200元ぐらいなんですよみたいな経費にならないものばっかだわこれとか、ね、自分でやっちゃうからさ。これも自分で作った、ほら、材料費2、300元ぐらいのケアで買ったやつに、まあ、自分で塗装して木の棒つけただけです。こちらのテーブルもね、IKEA、うん、IKEA で買った。この足売ってるんで、ちょっとタピオカゾーンになってる、ね、上に木の板張っただけです。まあ、この木は何回でも再利用できるんで、見てこの穴の数、ん、結構いろんなやつにこれ生まれ変わってるそういうのが便利だよね、木は。牛さん、あ、牛さん、はい、本物です。これもちょっといろいろエピソードがあって、タイのね、その飲みの市で売ってたんだよ、牛の頭蓋骨が。昔からどうしても欲しくて、まあ、俺川屋さんじゃん、牛と言ったら俺の神様だから、うん、祭りたいなと思ってたんだけど、まあ、そのタイの空港で検疫の証明書みたいな発行するのに3日かかるって言われて、ちょっと持って帰れないってなって、まあ、今それはチェンマイの事務所に飾ってあるんだけどで、まあ、海外からちゃんとしたね、その証明書付きで、これは輸入したやつです。セブ島、セブ島、うん、職人さんが全部手彫りで彫ってんだよね、これも。そうだね、すげえよな。台湾で売ってるのはだいたい5万元とか、ね、そう、高いんだよ、これも。めちゃくちゃ、まあ、これも高かったけどね。これいくらだっけ。え、1万ぐらい、1万ぐらい、1万元ぐらい。でも手彫りで、これはあと送料付き、送料付きで1万円くらいで、めっちゃ安いよね。コスパいいじゃん。あ、でもこれの後ろは俺が作りました、これも。あ、そうだね、まあ板は付いてないんで。これはあれね、植物ライト用にちょっと大きめのやつ。あ、これも俺作った、ハチさん、ブンブンブンかわいいだろすごいね、いろんな技術に手に入れたよな。だんだん進化してますね、マジで。そうだよね、皮やって、木やって、ガラス。お前、皮って作ったものないっけ。あ、このクッションか。あ、クッション、はい。もういろんなもの自分で作ってるの。あ、ティッシュケースとか。やっぱ買うよりね、なんか自分で作りたくなっちゃうんだよ、職人魂あ、そうだよね、このエプロンもね。あ、そう、これも俺作ったねなんで、何でも作ります、それは。豚も作るし、そう、なんだろうな。これも今回タイでね、いろいろ買ったんで、これもそう、タイめっちゃ良かったよね、あの飲みの。そうだね、みんなぜひ見てほしいんで、まあ、チャンネル登録して待っといて照明はまつけてもらって、そのおっさんやって、ライトはまあ自分でつけて、こういうのはね、まあ、基本的に植物と一緒にセットにしてます、ライトは。1階の改造費用は多分床は一番、床が
4万元ぐらい。4万元ぐらい。うん。で他、まあ自分で塗って。塗ったのは自分で塗ったから、まあ塗料の代金。これいいやつ使っちゃったもんね。まあ、であとはまあ自分の持ってる家具たちだね。次の家行くときに持っていく。そう、次の家ね。次のこちら後ろもね。靴の台。これは、まあ、節約のため、まあ、おしゃれと思ってな、引っ越すの時めっちゃ大変だったわな。保険だな、これは。また運ぶよ。あ、こちらは、ね、タピオカちゃんです。タピオカちゃんです。ん？どこいんの？タピオカ。黒だからわかんないか。はい、タピオカちゃんのうち。あ、これも耐えて買ったやつ。これめっちゃ刺繍かわいいんだ。これちょっと宣言だったっけ。まあ、だハンドメイドだもんね。うん。価値があるものだと思います。まあタイでいろいろも買ったし、まあほぼ家具でお金かかったんだ一番。そうだね。まあ持っていけんのが別にいいんだけど、リリーフするときは大変だぞ。そうだね。そろそろね。そろそろ。あれお前言わないの。まあ、言っちゃうと買ったんだよね、家をね。あれ言っちゃう、ね、まだあれなんだけど、決まってないんだけど、まあ、ローンの審査とかいろいろあるから、うん、まあ、あくまで予定なんだけど、まあ、この家と比べ物にならないぐらいの、なんていうの、直屋を買いました、うん、壁紙だらけです。床は斜めです。まあ、一軒家です。庭付きです。やるところやることがめちゃくちゃ多いんですね。うん。まあ基本また自分たちでやれるところはやろうと思ってるんだけど。うん。まあその基礎となる部分、我こそは自信あるぞという業者様、ぜひご協力いただきたいでございます。一緒にね、そのソータンランド建設していければと思います。思いっきり宣伝します。もうそれはまだ半年以降の話だけど、じゃあこの半年以内でスタジオなんか計画も立った、うん、まあ、とりあえず金を稼がにゃいかんと。まあリフォーム代でね、まあ最低多分200万ぐらいかかるんで、うん、まずその資金を捻出しなきゃいけないので、もう毎日今はひたすらもの作りをしてます。とりあえずあの2月の販売をね、2月の販売と、もう決定しちゃいましょうか。6月ですね。6月の1日と2日。そこまで決定？1週間目にしようと思って。あなた誕生日だもんね。そういうんじゃなくて、まあ、うん、来てください。あの、できれば台南か高雄。一応アンケートを出しますのでね。はい、こちら、あの、コメント欄にね、アンケートを。その台南と高雄はどっちの方が、うん、が票数が多い、じゃあそっちに行こうかなと思って。了解です。まあ台中はもう行ったんで、次がまあ南の方なんでね。そうそうそう。まあそれはレザーの販売だよ。はい、レザーの販売です。全部私が作って、また新年終わってから必死で作りますんで。ぜひ皆さん来てほしいですね、はい、新しい家のためな。まあ必死に頑張りますんで、応援してくださる方、よろしければ皆さん来てください。まずは2月の販売と、次6月、まあ、南の方行きますんで、うん、楽しみにお待ちください。そう、その古い家を、うん、リフォームが興味ある業者もぜひ来てくださいの、そのチャンスですよ。イメール、はい、その改造が大好きなね、登録者たちも楽しみしてください。めっちゃ多分ね、いい感じになると思うよ、今の計画だとね。そうだね、もうそれ強者の力も必要なので、はい、もうすげえワクワクと、そのなんだ、頑張りの辛さとがありますが、まあ、みんなも楽しくね、一緒に楽しんでもらえればと、盛り上がっていければと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえずチャンネル登録してない人はちゃんと登録してください。お願いします。最後を見てくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。またね。バイバイ。